亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。というわけで本日はですね、ブラシの活用法というのをやってみたいと思います。はい、というわけでこのチャンネルはですね、こんな感じのドラムに関する知識や情報というものを発信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録とかいいねしていただけるとすごく嬉しいのと、あとUdemyというオンラインのレッスンサイトもやっておりますので、もしよかったらですね、こちらの方もチェックしていただけるとすごく嬉しいです。リンクを概要欄に貼っておきます。どうぞよろしくお願いします。というわけで本日のお題がですね、ブラシ、これですね、これブラシの活用法ということなんですね。これスティック以外に何を使うって言ったら、マレットとかね、まあなんかプラスティックとかいろいろホットロッドとかあると思うんですけど、とりあえずはやっぱブラシっていうのが最初に思いつくものかなと思うんです。でもこれですね、最初に思いつく割にはジャズをやらない人にとってはいつ使えばいいんだっていうのが正直あったりするかなと思います。まあ僕自身がね、実際そうなんですよ。なかなか使うところがないので、今回はですね、そのジャズでいわゆるメインのこうザーザッザザーザッザみたいにこうスッて使う以外の使い方っていうのを見ていきたいと思います。さあ、そしたら実際の使い方を見ていきたいんですけど、これですね、まあ、単純な話、スティックと同じように使うのが一番なんか分かりやすくて応用が効くかなと思います。そしたらまあ普通に普段やってるスティックで叩いてるフレーズがそのまま変えれるっていうわけなんで、でですね、ここで一つこうブラシの特徴というかですね、スティックにない利点というか、そういうのを見ておこうかなと思うんですけど、何かというと、ここが、まあ、単純な話、柔らかいから曲がるんですね。こうやってビューンって、これを利用してですね、ちょっと叩き方を3つご紹介します。まず1つ目はこう叩いた時のしなりですね。ピュッてやって下に向いたら、最初にまずこれがこう向きになるんですか。この時のこの先っぽ、ここですね、この部分だけを当てる方法。そして2つ目がですね、そうじゃなくってこの全体を面で当ててバーンと当てて離すみたいな方法で、3つ目がですね、完全にバーンと当ててそのままくっつけちゃう方法。順番にご覧ください。さあ、どうでしょう。結構ですね、この3種類明確に音が違うかなと思うんですよ。まず最初にこうしなりだけでバシンバシンって叩く方法は、本当にそのですね、ヒューヒュー音が鳴りますね。これ聞こえるかな。まあこれはなかなかマイク拾わないかもしれないですけど、本番の実際の演奏では。ただですね、まあこの先っぽで叩く方法だと比較的こう高めの音域というかですね、ヘッドの鳴りが出やすいかなと思うんですよ。こう衝撃そのものがズドンとこう胴まで達していないという感じですかね。この表面だけパンって当たってるっていう感じの音がするかなと思います。それに対してですね、こう全体をバシンと当ててすぐ離すっていう2番目の奏法、これの場合は結構ですね、こう胴鳴りというかタンっていうこうドラム全体が鳴り切ったような雰囲気がつかめたかなと思います。そして最後ですね、もう3番目のこのベタッとつける方法はもう完全にこれノーミュートのスネアなんですけど、あたかもミュートをがっちりしたかのようなダッっていうものすごいドライなサウンドが聞こえてきたかなと思います。こんな感じでですね、この3種類の音を使って普通のリズムパターンを叩いてみたので、こちらご覧ください。さあ、どうでしょうかね。これ今3つのパターンを聞いていただいたんですけど、1個ね、こう注目したいのがこの3つ目のパターンですね。ミュートをしたように聞こえるこのパターン、これをですね使ってですね、こっちのフロアタムにしている元々スネアですね、こいつをですね、今ローピッチになってるんです。フロアとして使ってるんで、なのでこれの裏をオンにして単純にローピッチのスネアとして叩いてみます。こんな感じです。さあ、どうでしょう。いわゆるこうローピッチでよくある感じの、もうがっちりミュートした感じですね。あのディスコビートとかで使われるようなダス
出すっていう音、あれがですねミュートしてないのにこのブラシを使うことによって簡単に出すことができるんですね。しかもミュートをしてないってことはこの2番目の奏法とかですね、1番目の奏法すぐにこう話す方をやるとちゃんと余韻が鳴ってくれるって、この叩き方でそれをコントロールできるっていう良さがあったりします。さあそうしましたらここまではですねスネアの叩き方を主に見てきたんですけど、今度は右手に移りましてですねハイハットの叩き方を見ていきたいと思います。まあ、単純にですねハイハットとかライドとか叩くときに、まあ、ブラシのこっちの面で叩くとアタックがめちゃめちゃ弱いんで結構音量がちっちゃくて聞こえないっていうことはよくあるんですよ。まあ、それはそれでなしではないんで、そういう場面ですげえ静かに叩くときは全然こっちで叩くのもありなんですけど、もうちょっと音のこうアタックというか輪郭が欲しいなっていう時はですねよくある話なんですが、逆さまにします。そうするとここに金具があるんですね、こう丸いの、物によってはないやつもあるかもしれないですけど、だいたいこういう調節ができるやつだったらここに指かけるためのこういう金具があると思います。ここで叩いてみましょう。こんな感じです。どうでしょうかね。さっきよりかなりこうやっぱりこの金属が硬い太いんで、このブラシの先っぽの細い針金に比べたらこっちの方がかなり太いんで、それなりにこう音の輪郭が聞こえてくるかなと思います。それでいてそこまでうるさすぎないっていういい感じになってるかなと思います。あとついで言うとさらにですね、あのハイハット のカップの部分とかもこれで叩いてするとなんかこうスティックは出せないようなヒーヒーっていう音が出せたりします。そしたら続きましてですね、もうちょっとこうなんかパンチのある音が欲しいとか、特にこうオープンにするときに、ハイハットオープンですね、するときにこの先っぽでヒンヒンっていう音を出しながらオープンするのもいいんだけど、もうちょっとこうグワッガーってこうパンチの効いたというか力強いハイハットオープンの音が欲しいっていうときはですね、もう単純にここの軸の部分ですね、ここを当てちゃいます。こんな感じです。さあどうでしょうかね。かなりこうスティックのオープンに近い感じになってきたかなと思います。これはまあ軸のこう性質というかまあ材質によるかもしれないですけど、このブラシの場合はですね、もうここの部分はこれゴムが巻いてあるんですね。なので木ほどのこうアタックは出ずに、でもなんかこの先っぽの金具で叩くよりは強い音が出るみたいな感じで、なんか程よい中間地点を言ってくれる感じがします。これブラシの製品によってはですね、この持つ部分ここですね、ここはゴムじゃなくて普通にスティックと同じ感じで木でできてるやつとかもあったりするんで、その時はまたそれで音が変わってくるかなと思うので、いろいろ試してみると面白いかなと思います。さあそうしましたらこの裏で持つ感じをですね、ライドでも使ってみたいと思います。こんな感じです。さあどうしよう、これもまたですねスティックで叩くよりはちょっと弱くて、かといってこのブラシの先っぽで叩くよりは強いっていう、こういい具合の中間地点を狙っていけるかなと思います。僕これ初めて見たのがですね、あのスティーブ・ガッドっていうドラマーがいる、まあ知ってる方も多いかなと思うんですけど、彼がですねミシェル・ペトルチアーニっていう、こうジャズのピアニストですね、とアンソニー・ジャクソンという、こう3人でトリオをやってるライブビデオがあって、それを昔見た時にですね、これをこうブラシを裏返してやってたんですね。それを見て、わっこんなにいい音出るんだと思って、それまではですねこのやり方は知ってたんですけど、この裏返すっていう方法自体は、でもいまいちこうなんか雰囲気出ないなみたいな感じがして、でもそのスティーブ・ガッドの演奏を見てからですね、あなんか単発の音がこういろいろ重要というよりは、こう全体の流れの中でどうやって音楽に乗せるように演奏するかが大事なんだみたいな、ちょっとね深いところに気づかせてくれた技でもあります。両端中はい、というわけで本日はですねブラシの活用法というのを見てきたんですが、いかがだったでしょうか。もし面白いなと思ってくださった方はですね、いいねとかチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなと、あと Twitter とインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。